つわりが終わり、みくりがぺろり、yeah、2二人が共演したのは、2016年に TBS テレビで放送し、逃げ恥と話題になった火曜ドラマ、逃げるは恥だが役に立つ家事代行の仕事をする森山みくりを演じたのが、新垣結衣さん。 36年間、彼女がいたことがない地味なサラリーマン、津崎平正まさを星野源さんが妊娠したんです2人はドラマの中で契約結婚という道を選んだのですが私たち 星野源と荒垣結衣はこの度結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます今日40歳の星野源さんと32歳の荒垣結衣さんの結婚が発表されましたまさに逃げ恥婚驚きしかなかったですね最初くっつくとは思っとらんかった 2人は今年1月に放送された逃げ恥のスペシャルドラマでも共演しその後交際に発展したということです2人は連名でコメントを発表しこれからも互いに支え合い豊かな時間を積み重ねていけたらと思っております未熟な2人ではございますが温かく見守っていただけますと幸いです 婚姻届は今後、提出するといいます。